皆さんこんにちはえ僕は片野浩介と言います現在高校2年生ですえ僕は高校在学中にある研究に着手したいと考えていますえ融合タンパク質を用いた部位特異的 DNA 就職技術の研究というものですいきなりちょっと難しそうなことを言っちゃったんですけどちょっと簡単に説明させてくださいとまず別々のタンパク質同士をくっつけたものこれを融合タンパク質と呼びます まだ仮説なんですがこの融合タンパク質を使って DNA の狙った場所を変化させてあげるそうして癌などの異常な部分を止めてあげたり抑えたりするそういった技術ですこの技術はがんや iPS 細胞の研究そして遺伝子マーカーや品種改良に役立つと考えています僕がこの研究をしたいと思ったきっかけは中学3年生の夏ある大会で 小学生の頃から疑問や興味を持っていたお辞儀草という植物の研究をして受賞できたことでした研究といってもちょっとした実験と観察をしただけだったんですがそれまで成功体験が全くなかった僕にとっては初めて自分に自信を持つことができて研究というものに強く惹かれた出来事でしたその年の終わり頃僕は塾の塾の合宿に参加していました友人と夕食を食べる時 その友人はアレルギーが原因で出てきたそばを食べることができませんでした僕はそもそもアレルギーって何だろうそう疑問に思ってすぐに調べましたすると食べ物のアレルギーは僕がそれまで全く別物だと思っていたアトピーや喘息花粉症などと同じメカニズムでしたなんでアレルギーは薬で症状を抑えるばかりで根本的な治療法がないんだろう この時から僕はアレルギーの根本治療方法を考えました、考え始めました。先ほど紹介した僕の研究テーマの原点でもあります。知識や情報はネットを通じて手に入れることができます。学びたいという意志や好奇心があれば、どんな知識や情報も手に入れることができます。僕は好奇心が抑えられませんでした。高校入学後、僕は研究がしたかったので、 すぐにに科学部に所属しましまた僕の研究テーマやお辞儀その研究などを提案しましたが設備の問題で何もできませんでした先生からは夢な,んか夢なんか見てないで勉強しろ手間になるから無理だと言われ取り合ってもらえませんでした高校でダメなら大学や研究機関にメールをしてみたら助けてくれるかもしれないそう思ってメールをしました 30人ほどにメールを送りましたが返事があったのは半分ほどでした中には専門書を貸してくださる先生やセミナーに招待してくださる先生もいましたがほとんどが高校生に研究は無理高校生は受験勉強するべきというもので研究はできませんでしたある先生からはどうせネットからのコピペなんだろう他人のアイデアだろうというふうに言われ心ない言葉が返ってくることもありました僕は 自分に知識や研究スキルがないから研究できないんだろうそう思いました僕はひたすら専門書や論文ネットを通して勉強しました時には大学の教授に質問することもありました海外の論文を読んで最先端では何が行われているかどんな研究が行われているかは今でもチェックしていますこれは僕が現在支援してもらっているリバネスという会社の研究室です 現在ここで研究に必要なスキルや知識というものを実際の研究を通して身につけています高校生でも大人の力を借りてスキルを身につけ研究することができますそれでも目的の研究にはまだたどり着けていませんもちろん研究室には安全面や機密などの責任が伴うことは承知の上です僕が語学研修先で訪れた オーストラリアでは偶然話をした中学生の女の子が大学で歯の研究をしていると言っていました世界では僕たちのような年代も研究に携わることができています例えばジャック・アンドレイカ彼は膵臓がんの検査シートを開発しました精度は90%以上費用はたった3円ほどで済みますそしてエリック・チェン彼はインフルエンザの新薬を開発しました 新型を含むすべてのインフルエンザに有効だということです彼らはネットを通じて知識や情報を得て大学や研究機関にアプローチしてそこで学びながら研究していました二人とも高校生ですこれは大人の力なくしてはできないことです皆さん日本人で医学研究をしている高校生知っていますか世界では高校生が研究できているのに 日本ではそれができていないもったいないと思いませんか僕は非常にもったいないと思います大学に入ってから研究すればいいだろうそう思う人もいるかもしれませんが大学に入ったらすぐに研究ができますか自分のやりたい研究ができますかこの答えは大人の人たちが知っていると思います日本でも高校生や小中学生が研究できるようになれば大人とは違った 子供ならではの視点、豊かな想像力を持って、新しい発見やブレイクスルーが起こせると信じています。研究には、すごい時間がかかりますが、その分、研究にはすごい時間がかかります。2年、3年始めるのが変わってくれば、その後の進展は大きく変わると思います。だからこそ僕は、できるだけ早く自分のアイデアを形にして、がんや iPS 細胞の研究に貢献したいと考えています。子供たちには もっといろんなことに疑問や興味を持ってもらって追求してもらいたいと思います例えば空を見上げてなんで青いのかなって思ってみたりただ青いからではなくてなんで青く見えるのかそういった理屈を考えてみたりその答えっていうものは大人の人が必ず知っているわけではありません自分自身で考えて調べることで答えがわかりますその調べ方や考え方これは大人の人が教えてくれるはずです僕には研究に対する熱意があります ありがとうございました。